続きまして大阪第6区で活動しております。日本の危機的状況に気づきながら少しでも何かできることがしたいとの思いで立ち上がりました32歳月谷姉妹子です。すいません、皆様こんにちは。大阪、第6区国政改革委員の月谷姉妹子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は私の自己紹介と私の今の思いをお話しさせていただきたいと思います。私は大阪の守口市というところで生まれ育ちまして現在も守口市に住んでおります。平成2年生まれの32歳でごくごく普通の会社員です。でそんな私がなぜこの場に立って今お話ししているかといいますと これ以上自分のことしか考えていない政治家に日本を壊されたくないからなんです。ありがとうございます。私は学生の頃から政治に興味はあったんですけれども投票に行っても何も変わらない。それどころかどん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 日本の状況が悪くなっていくのに政治家は自分のことしか考えていない、そういった人が多い現状に政治に期待しても意味ないなとか私一人が何やっても何考えても無意味だなと思って政治を諦めて過ごしていました。でその中で3年前のコロナをきっかけに日本が置かれている現状に気づき世界の闇も知りました。で本当にコロナ対策もおかしなこといっぱいあって皆さんも覚えてるかわからないんですけどアルコールが20時までしか提供できなかったりとか休みの日になったら券をまたがないでくださいとか、でも私たち仕事しているときは前に通勤電車、満員電車で会社行って、で会社に行ったらパーテーションがいっぱい置いてあって、同僚とも2メートル以上離れて仕事する。で意味わからなくって、本当に誰のための対策で政策で何のためにやってるのか、ずっと憤りを感じてました。でその中で日本の現状を知って、すいません。日本の現状を知って私もこのままだと日本がなくなってしまう、そう危機感を強く持ってすごく不安になったのを今でも覚えてます。で、その中で日本のことを大切に思っている、日本を良くしたい、子供や孫やその先の世代のためにいい日本を残したい、そう思ってる人たちがたくさんいる参政党に出会いました。で私もここだったら何かできるかもしれない、ここだったら頑張れ、ここでなら私も何かできるかもしれないし ここの人たちと一緒に何かをやりたい、そう思って参政党に飛び込んだのが1年半前のことです。もともとこういった今人前でお話ししてるんですけど人前に立つことがすごく苦手で今まで避けてきました。でも私にも守りたい人たちがいて守りたいものがあって、で知ってしまった以上見て見ぬふりをすることはできないし、見ないようにしたからといってその現実がなくなるわけじゃない、何より私自身が何もせずに戦わずして死にたくない、活動する中でそう強く思って今回ここに立つ決意を固めて今ここして話しています。ありがとうございます。国のこと、国民のことを思う政治家がどん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 少なくなっていって、もう政治家に日本を変えてくれるって期待する時代ではないと思います。なので、私たち国民一人一人が立ち上がって、
できることをやっていかなければ本当にこの先日本を残すことができません。私だから伝えられることもある、そう思ってこれから活動してまいります。ぜひ皆さんも一緒にできること、一緒に学びながらできることをやっていきましょう。少し早いですが私から伝えたいことは以上です。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。